はいどうも、アキです。パワプロアプリやっていきますと。はい、マスオです。はい、今日は一緒に参加させていただきます。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、バッティングセンターでの実写動画に引き続き、今度はね、はい、あの実際にっていうとおかしいんですけれども、パワプロの方で野球をね楽しんでいこうかなと思います。はいはい。でですね、僕の方のチャンネルではですね、ちょっとまあマスオさんもこの間ちょっとコメントいただいたんですけれども、ちょっとね、僕メジャーガチャの方170連ほど今引いてるんですが、SR、まあ、メジャーキャラの SR がまだ1枚も出ていない。こんなに出ないんですね。そうなんですよ、ね、もうね、正直びっくりしてます。こんなに出ないんだ。僕もびっくりしてますっていうところで、でも多分そういうことって人生ありますよね、うん、なんか僕結構ね出ないのあるし出ない時とかって、でもそういうのってもう仕方ないと思うんですよ、僕なんかそういう運とかって、うんうんうん、ということで多分僕はもう今回に関しては運がないと思うんですよ。ここはですね、一つマスオさんのねお力をお借りしてですね、まあ、170連っていう中途半端な数字で終わるのもねいかがなもんかと思ったんですよ、うんうん、ということで、まあ、パワーストーン256あるんですけど、まあ、30連もうラストです。もう本当にこれ以上引きません、僕。30連引いて、キリよく200連。これでもう1枚でも出てくれれば、もう松尾さんありがとうございますというところで、ね。いやー、僕、あれですよ、YouTube 界でも名の知れた運のない男と呼ばれてると思うんですけど、いいんですか、僕。いや、でも皆さんね、運がなくてね、ここまでにね、生まれるわけないじゃないですか。いや。もうね、少しでも、その運を少しでも本日はね、もう少ない運からちょっとでもね、もらっていこうかなって思います。ちなみに、はい、どのキャラ当てたいですか？そうですね、まあ、僕、まあ、マスオさんもね、うん、動画の中でメジャーすごい見てたっておっしゃってましたけど、僕もすごい見てて、まあ、そういうところで言うとやっぱり五郎とか清水なんかはね、いやー、いいですよね、思い出のあるキャラクターですね。僕でちなみに一番好きなのが清水の弟のタイガ。え、タイガが一番好きなんですか？タイガがね、すごいね、このかっこいい感じが好きなんですね。あ、まあね、戦いのところでこう手を痛めながらも、メジャーの話が咲いてしまうちょっとね、長くなっちゃうんで、まあ、ここで止めときますけど、うん、ということで僕はまあその辺のキャラクターを欲しいんですけれども、本当にまあ皆さんね、ご存知だと思うんですけど、今回のキャラクターはもう本当にみんな強い。というところで本当に僕誰が出てくれても嬉しいんで、とにかくこの、ここに出てる誰か一人、よし、30年で、はい、お願いいたします。いや、ちょっといいですか？携帯を。じゃあ、松尾さんの方にお預けいたします。僕が引かせていただきます。はい、ということでここをね、はい、教えていただければ一発で出したいですね。そうですね、まず10連目いきましょう。10連目です。うわー、自分でも10連したことないからガチャ怖い。これもうこの時点で分かっ演出が一応あるんですけど、あ、これはですね、ちょっとまだ可能性あるんです。まだ可能性はあるんですけど、厳しいかなっていう。おっ、わっ、来た、来た、めっちゃ熱い。これ変化球キャラっていうのがすごいパワプロの中で重要じゃないですか。しかも靴が当たった。ありがとうございます。やったー。やっぱそういうことだったんだ。なんか持ってるぞ俺。やった。靴がですね、ちなみにパワプロ的なお話をするんですけど、はい、僕、葵ちゃんっていうキャラクターを持ってるんですね。葵ちゃん、マリンボール。はい、マリンボールとか、あと変幻自在、あの阿久津がですね、金の特殊能力が変幻自在っていう、はい、緩急っていうね、特殊能力の1個上のものを教えてくれるんですが、この阿久津くん見てあげますと、その緩急のコツを持ってないんです。持ってない。なのでそれを葵ちゃんで緩急を取って、金の特殊能力を、その上位の金の特殊能力を阿久津に教えていただくと、あー、いう感じで、僕は本当に非常に使いやすいキャラクターでした。おー、やったー、やったー。ということで、まだもうここでね、終わってもいいぐらいなんですが、これは来てるでしょう、おそらく来てる。え、だったら2回目ぜひ引いて、お、レアだ。そう、マスオさんしますか？うん、だって引いてもらわないとね、だってアクさんもおー、なんだからここでね、そうですね、負けっぱなしじゃダメでしょ。そうですね、うん、ここで勝っていきましょう。そうですよ、よし、ぜひ。これはいい流れ来てるんで、いい流れ来てる。さっき多分演出的には本当にあんまり出ない演出だったんですよ。出ない演出なのに、うまいぐらい出たっていう、すごいやつ。おー、よっしゃ、よし、いきます。いや、これはね、これ当てるんじゃないのかなと。これ僕本当は言うと、本当言うとですね、マスオさんに引いていただいて出なかった時のこの場の空気感どうしようって考えてひとまずホッとしました。よし、ということでね、20連目僕が引かせていただきたいと思います。いや、これは出る雰囲気、はい、マックスだな。いきます、お願いします。果たして、さあ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 、ググググ、これどの時が出やすい？なんかこれが赤玉とかだったらすごい出やすいとかあるんですよ。うわー、アキさん、これはマスオさん、これやっぱり僕、そういう運命だったんだ。そういう運命なんですか？多分。っていうことはやっぱり最後はね、やってんのに出ないんだ。そうなんですよね、なかなかパワープロの世界はね、厳しいですからね。
ということで最後もうよろしくお願いいたします。もう一回ちょっと一つお願いさせていただくなら、はい、固有モーマスっていうものを持っている清水香織、そしてトシ君、トシ君、そしてゴロ、この3キャラ出てくれるとも僕はもう絶対ガッツポーズします。いやー、はい、ちょっとプレッシャーだな。よろしくお願いいたします。はい、じゃあマスをガチャやります。おー、さあ10連ガチャお願いします。ガチャでお願いします。カモン、さあ来い、カモン、さあ来い、ほい、あー、でもさっきこれで出ましたからね。さあ来い、ほ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 い、あいや、でもまあマスオさん、こんなもんなんですよ、実際言うと。30連引いて、対象の SR キャラが出れば、もう大万歳です。そんなに厳しいんですか、この辺は。なので、まあ、僕が初心者の方とかにおすすめしているのは、まあ、確定で必ず10連引いたら、1枚は SR 出ますよっていう時がありますので、まあ、無課金の方であったり、まあ、初心者の方であったりには、僕はね、そこまでに石を貯めておいて、そこで、使っちゃいましょう。使った方が僕はおすすめしています。いいですね。はい。いやでも本当に良かったです。ああ、でも良かった。良かった。しかも本当に阿久津は結構この中でもいい、僕の中では欲しかったキャラクター。欲しかったキャラクターなんだ。良かった。いや良かったです本当に。1枚出ました。いや僕もね本当にメジャーの思い出をいい思い出のままこれでね残すことができますね。はい。はい、というわけで今回はマスオさんに、レアガチャを引いていただいて見事当たりキャラクターをね引いていただきました。見せましたよ。ありがとうございます。はい、ということで、マスオさんのチャンネルの方ではね、ぜひともサクセスをね、一緒にやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。概要欄の方にマスオさんのゲームチャンネルの方のリンクを貼っておきますので、そちらの動画の方もぜひともチェックしていただければ嬉しいな、ね、聞きたいことたくさんなんですよ。どうやったらいいのかとか、僕初心者ですからね。まあ、僕もそんな上手くはないんですけど、まあ、リリース当初から一応やっているので、まあ、知って分かる範囲で、ね、2人で楽しくやっていければいいなと、はい、いい思いますね。作りましょう。はい、ということで2人で頑張ってサクセスの方もこれから動画撮りますので、ぜひとも概要欄からねその動画チェックいただければと思います。はい、というわけでもう今回は本当に嬉しくて鼓動が止まりませんありがとうございました。はい、それではね、またマスオちゃんマスオちゃん、葵ちゃんとマスオちゃんかマスオちゃんでーす、まあ、マスオちゃんじゃあマスオちゃんのね方の動画もご覧いただければと思います。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。